表、ケース G 緑。第一レーン、池田光輝、アクション SS。 第九レーン、寺町亮太、ケース G 九三台。第二レーン、安西圭介、ケース G 時は。第8レーン、松本裕樹、ケース G 九三台。第3レーン、浅野晃平、ケース G 時は。第7レーン、白土亮太、ケース G 時は。第4レーン、寺西啓太、ケース G 柳井。第6レーン、山田純人、ケース G 緑。第5レーン、樋口純也、アクション SS。 以上、10名により決勝の競技が行われます。助かりました。あざす。はい。一応ね、同窓会で。これ貸し切る予定。なるほどね。人数。最高。すごいな。バイバイ皆さん。バイバーイ。またね。またね。またね。
今日はね、もうものすごい忙しい一日やったんやけど、やっと全部乗り越えれたかなと。やっぱその、なんちゅうの、こなさないけんね、俺みたいなやつは。でね、スイムの方はまあまあ良かったわ。実はね、50フリーはもう飛び込んだ時点でその口にゴーグルがクワッとくるくらいになって、予選落ち。もうただ4回に1回呼吸してさ、激予想予選落ち。なんとかマーフィー君にも負けたし。でね、その後やっぱでもスイッチ入った。もうそのバッタ、もうほんとね、7割くらいで打って58秒88か、すごいね、8が揃うのね。で、常盤がすごい調子いいのと、若手が育ってんのと、あとはやっぱ KSG のその YouTube ライブがやばいね。あれ見てさらにスイッチが入って、まあ、あと1バター1本の決勝と思うとさ、燃えて、なんと俺は淡水やけど57秒5という強烈な満足タイムで泳ぎました。めっちゃ疲れてないけど、最後浮いてないけど、まあまああんま練習してないでね、ここまで来たと思うと、やっぱ練習せんわよ、ほんと増えただけでいいわ。体がやっぱ覚えとるね。でね、今日はほんと忙しいの。その後すぐもうダウンしちょっとして、平尾くんにバイクで地下鉄の駅まで送ってもらって、で、新幹線で小倉まで行って、なんと40歳同窓会。俺そういうなんちゅう中学の集まりとか行ったことなくてさ、その久々いろんな人に会って超良かったわ。でね、もう俺ちょっと疲れと、さすがにちょっとね、明日もあるし、まあ本当はね、明日は大石仁人さんとその仲間たちがする1500人運動会、これね、常盤の子も結構来るけどね、参加したかったんやけど、明日雨みたいやけどね、ちょっと早めに中止したんよ。もうイベントがなくなってイベントが増えてみた感じだけど、ちゅうことはさ、明日俺本当は休もうと思っとったんやけど、試合をやっぱ行くわ。だけどね、50バッタぶっ飛ばします。3番が欲しいわ。3番がちょっと1バッタも4な、まあ、あれ4番やね、いけても。3番は55番やったけどね、でも50はやっぱいけるよ。ちょっとやっぱ常盤総合優勝のために、今ちょっと俺途中で帰ってきて分からんけど、まあ若手が成長して、その多分いい感じと思う。ちょっと負けてるくらいと思いたいね。2日目またリレーとかいろんな人の協力で逆転できたらいいと思うけどね。俺は諦めずに、周りの人を優勝して勝つやろ、勝つやろ時は。だけどちょっとね、今からヒブランの湯に行ってちょっとサウナだけ入ってリラックスしてしっかり寝て、また明日5時に起きて2日目行こうと思います。以上、アリオス。デイ1でした。取った。さあ送っております。来るぞ。バシ。おいし行きたいし。コメントですぐ送られる。さあ、行け。行け。どういうことなの？ピーチ君に面白いこと聞いてあるからしな。
ラストダンスだったな。自分もサルタルっていうか、もう Check it out. 時は安藤圭介、石橋優太、大石隼人、富野晴樹。よし、スタート。安藤圭介、石橋優太、大石隼人、富野晴樹。で、こうやってて、ジーザザザザパカー。それいいやん、面白い。男子チャンピオンシップ 50m バタフライ決勝、選手の入場です。第10レーン、寺町亮太、 KSG93 代。第1レーン、藤川瑠香、アクション SS。 第9レーン、松本光大、アクション SS。 第2レーン、池田光輝、アクション SS。 第8レーン、浅野光平、KSG 時は。第3レーン、安西圭介、 KSG 時は。第7レーン、寺西啓太、 KSG 柳井。第4レーン、山岸大輔、 KSG 時は。第6レーン、山田純人、 KSG 緑。第5レーン、樋口純也、アクション SS。 以上、10名により決勝の競技が行われます。じゃね、レースが終わったんやけど、50バッタね、結構いけるかな。その一応ね、淡水のベストタイム25秒6ってのがあるんやけど、それも超える気満々で結構その仕上がったんやけどね。パフォーマンスもしたんやけど、もうまさかのまさかのまさかのスタートでもうあとよれてさ、あー6秒5くらいだったらもう、まあそういう時もあるよ。そういう時もある。そういう時もある。ちょうどね、もうその、まあ、日誌便で一回やれたのは良かったね。まああと何よりその今回ね、これはパッと思ったんやけど、もう俺のことはいいよ。でもその実際その高3のやつが一回受験でそのまた戻ってきて元気に泳いでくれたり、そのもうもっと若手のやつが元気づいたり。
落ちた。他の本当他の KSG のコラボすごい良かったよね。これなんかやっぱもうもう俺断言するわ、この KSG 選手権で KSG に所属してる人だったら分かると思うけどさ、 JO より楽しいですから、九州カップより楽しいですからね。なんかねもうみんながすごい楽しみまくった試合で、なおかつやっぱ早い、もうね楽しんでるわね、やっぱ一番早いよ、楽しんでる一番早い、特にジュニア選手。なんか大人はさ、もしかしたら、まあ、もちろん大人もそうやけど、まあ楽しかったよ。やっぱもう時代が時代やね、この頑張りをさ、そう簡単に見てもらうこと、別に今親がこんくてもさ、その YouTube ライブやったり、本当ね、それがやっぱ発達し続けることを俺はつくづくちょっと思うね。せっかくあの遠くから来てるチームもあるし、もう泊まりでやね来てるで、本当これは団体戦やけどね、本当面白いし盛り上がってるわ。その有観客にしました、いち早くね。あとその声出し応援は良くないけども出てしまうね、そのもうマスクをああだこうだ細かくしつこくは言ってもないし、なんか俺もいち早く先に駆け抜けた試合になったね。まあ、俺個人的にもね、そのいろんなやっぱジュニアの子が話しかけてくれたり、そのまあまあこのおじさん誰やねんって注目してくれたね、去年以上に。でなんかその大学に相談されたり、その練習やったり、なんかいろんなこう話が弾んだ感じはすごい良かった。はい、本当に疲れました。結局何レース、50フリーは落ちたっけね、5レースか。ふぅ、2日間で5レース、最高の刺激だった。それでまたね、1回休んで、多分2週間後かな、茶はに昆明があるね、昆明と50フリー。今回結構水着に助けられたのもあるけど、やっぱね水着は大事じゃない。で余血があるっていうのもすごいこうコンディションをこう持ってく練習にもなるし、まあなんか俺も勉強になるわ。やったわ。はい、またやり直しです。やり直しというか、まあ、強化はできてるね、間違いなく。俺は遅くなってないし、俺はむしろ速くなってる。俺はむしろからフィジカル、ウェイト、スイマーちょっとでベストが出ることを来年証明できると確信づいた試合になりました。以上、アリアス。とりあえずちょっと今から天神で、食事会があるんで一足先に帰ります。うわ怖そう。かぶってみ。ね、立ってやるけさ、さ、こうやって縦にして、縦逆か、あれだってやめ。うわ、映った、面白い、怖い。うわお gestos de sempre, a risada em comum. Os 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 gestos de sempre, a risada.Os gestos de sempre, a risada em comuns. Os gestos de sempre, a risada em comuns.
os gestos de sempre, a risada em como... はい、KSG 選手権から、2日経ちました。あ、じゃあ1日か、まだ1日か。まあ開けてないけど、まだ2日やね。もうね、この間社会人選手権でも結構その社会人選手権のロスやったんやけど、もうね、これここまで KSG 選手権ロスが来ると思わなかった。めちゃめちゃ楽しかったよね、やっぱなんかめっちゃ楽しかった。っていうのもね、やっぱね、いろんな人に声をかけられた。いろんな人に、ようやったね。いろんな人にそのいろんな選手からもね、一緒に泳ぎたいですと、いつも見てますと、なんかその励ましてくれるんですよねとか、なんかね、そんな現象が起きるとはちょっとね、全く思っても見らんかったね。びっくり、びっくりです。っていうのもその多分さ、まあ、年齢を今回書いてくれたプログラムね、それもなんかこうあったかもしれないし、やっぱね SNS が結構効いてると思うね。そのなんていうの、あれなんか見たことある人やみたいな感じにちょっと出てたけど、俺なっとんかなと思ってね。でさ、まあ、今回そのやっぱりね、その YouTube ライブやっぱ結構聞いたね。まあ俺はさ、聞くそのパフォーマンスで、まあいつもの胸ピクと今回そのマスクをかぶって出るっていうのは暴挙に似てたんだけど、まあそれがそのなんかちょっとその受けたね、受けた、まあ、評価されたは、まあ、多分その初めてのことやし、その別にジャッジメントはもう別に誰でもいい、まあ普通に多分ちびっ子から、まあ、大人まで普通だってさ、その日本代表の人も出てきてさ、こんな感じでしかもうないし、ね、まあ、それよりもやっぱ俺は思い切ったことをしたことが、まあ、ちょっと称賛された。そしてそれを真似して選手たちもそのなんていうの、まるでプロレスの入場のようにいろんなね面白いこととか、そのあとまあある意味そのまあ非常識かもしれないけど、もう本当礼なんかもしないような、いい入場があって、本当やっぱパフォーマンスにさ集中できたんやないかな。ちょっとパフォーマンスそっちの方がレースね、うん、でやっぱそういうことするとさ、逆に余計見られて、その、まあ、レース頑張らなきゃって気にもなるし、なんかね俺もそんなのがね、まあ、いろんな意味で、まあ、良かったかなと。でぜひそのなんていうか、思ったよね、みんなこんなことやっぱしたいに決まってるけどね。その例えばさ、もう、うん、まあ、言える範囲で、ある選手は、そのこのさ控え室で言うわけ。いやー、浅野先生、僕ね、もう正直言っていいですかって、 JO より JSG より KS 選手権の面白いですって、あったかいですって、あとやっぱこんなことできるのってなかなかないじゃないですか。いや俺ね、ほんとその通りと思うね。そのなんていうんかね、楽しくないと、まああと2回泳げんと、まああとそうやってそのただ今回ケース選手権の仕組み、まあ前からある仕組みだけど、レースが終わった瞬間にその称えられる、大会新年がしたらこんなトロフィーもあるし、そのあとレースが終わった瞬間に、あ、そのアナウンスもあるしね。でなんか去年まではそのマイクパフォーマンスとかもあったかな、まあ、今回はなかったけど、まああとその必ず予選決勝もあったし、で天意割れしとってもね、なんかね俺今回やっぱああいうゲートから歩いて出るとかさ、
あとその本当コロナ禍でもういろんなものに制限があって、なんかそういうのをねこう表現できた子供たちが、選手たちが一番やっぱ分かったんじゃないかね。そのまあ泳げる幸せもそうだけど、2回泳いだらまあその決勝タイム上がるし、まあ、あと2回目にそのやっぱその大きな仕掛け盛り上がる仕組みを持ってくる、まあ、これやっぱ水泳の醍醐味よね。俺ねマスターズでもねぜひ、そういうことをちょっとやってほしいなと。皆さんいやマスターズはもう本当は予選決勝ありません。もう1日一発1日一発1レース1レース、まあ2レース3レース3しかもリレー込みね。で例えばさ、もう俺なんかさ同じ種目を2回なんか泳げる、まあとまあまあタイム上がるよ、仕上がる。まあこれっても普通だけどね、ぜひこれこの仕組みはって普通、まあ、予選決勝ある試合ってね、まあ、少なすぎるね、ちょっとね少なすぎ、せめて予選決勝なくてもその、まあ、いいんじゃない、お金払ってもいいし、そのタイムトラなんだっけ、チャレンジですか、あ、まあ、あんなもどんどんしちゃうべきだし、やっぱね泳がしたらいいよ本当に、その舞台が良ければいいほど今やったらいろんな人からの評価が高いものを得られると思うし、俺ねこんなにもそのあ決勝選手権でめっちゃ盛り上がってますね。俺なんか別にその運営には携わってないし、ただその出てるだけで、実は今回本当は出る予定もなかったし、ちょっとやっぱ社会人選手権の後っていうのもあって、あんまりちょっとねその実は出ないとこうと思ったのが強かったんだけど、出てよかったわ。で俺本当は2日目なんか本当に出る予定なかったし、出てよかったわ。2日目ねやっぱ1日目にその、まあ、パフォーマンスしてね、俺タイマー遅かったけど、いや早かったか、俺101バタ早かったよ、57秒やけどね、ごめん俺正直言うよ、正直俺練習全くしなかった、その社会選手権終わってからね、ウェイトもちょっとできてなかったし、ちょっと自信なかったんやけど、まあ、タイム気にしないとこって思ってたんやけど、出たけね57、やっぱ2回レースしたけど、あとその、まあ、その初日 50m のバッターがまあ、あ50のフリーが残らんくてさ、まあでもそれがやっぱいいアップになってるわ。でまあ強化のレースになったらしい、いやー普通、あの初日があんだけそのいい YouTube ライブやったり、こうグワッとこうほんとチーム戦ならではのなんていう魅力が詰まった状態で2日目行くやん。ほたね2日目何が起こるかっていうとさ、みんなやっぱ YouTube ライブとかで映りたいけどさ、おめえ予選が回る、うん、でみんなそのパフォーマンスの練習なんかもちょっとしちゃったりするわけ。俺そんなのってさいいよね、もうなんかねよっぽどこうつまらないその大きな試合に行きました、タイム JO 切りました、東京まですごい金かけていきます、予選落ちです、ドヨーンと帰ってきますよりももうやっぱこういうさその演出やったり、あとはまあ今回は有観客でさ、いろんなその両親の関係者が来れるような仕組みもすごい良かったし、良かった良かった、まあ、その反動じゃないけどさ、まあスタッフそしてあの応援者はねもうものすごく今日疲れた、もうね時矢のコーチ陣もう本当によう頑張ったよ、うん、みんなもげっそりしてた。でもねせっかく、まあ、うちに関しては、思い切って今回その選手も1週間休みオフだからゆっくりねちょっとコーチも、スタッフも選手もちょっと一回立ち止まって、少しだけ、自分のことをよく考えて、また、続けてほしいなと思うね。あ、続けてほしい系っていうかさ、ちょっとね俺はすごい、まあ、これもまたなんか面白いなと思ったのね、今回実はさ2人
まあ2人、まあ、もういっぱいいるけど、でも OB がクラブチームの試合に出るのもちょっとね、ありになってるね。で今回例えば、まあ一つ白石君、これは広島緑の、まあ、長瀬先生の本当最後の爆弾、最後の継承じゃないけど、白石君、俺もなんか携わったことあるんだけど個人でね、そのまあ年大学4年生間で、しっかり伸びてもらって、そして今回その、まあ、インカレ国体で多分練習もう終わったかな完全に。でちょっとその経験式出た、数ヶ月練習しなかったもんやけど、でもさ、もう意地でその広島緑の優勝に貢献した。まああとやっぱさすがやね、さすが早稲田のコンメ、いろんなことを経験したと思う。もう全種目もう追いつかれようもんな、そっから上げたり、本当いいペースを上げたり、ターンとかの速さとかも目立つね、まあ、あれは。そしてもう大会新記録で、競り勝つと。しかももう1日4レースも5レースもちゃんと予選も決勝も泳ぐ。これはね、もうほんとジュニアの子からその今度高校3年生の子とかね、次また大学に泳ごうと思ってる人とかにはこれ相当刺激になると思うし、なんかね、たまたまちょっとその時ね、白石君のレースを見るために上に上がったさ、たまたま白石君の両親が横におってさ、その挨拶してちょっといろいろおしゃべりしたんだけど、まあ、俺多分あの両親もさ、まあ、久々のきっとその4年ぶりの経験試験にわざわざ福岡まで来て、そして自分の息子が俺なインカレで活躍、まあ、白石君は実際多分インカレコンメかなんかが1分52分切って英傑まで行ったよね、英傑まで。すごいすごい。けどさ、けどさ、そのまあ多分今回もうほんと真近くで見れてビデオ回せて、大きなパフォーマンスもあり、そして白石君は最後の50でぐわー競り勝った、うん、でそれでもうすぐその大きなアナウンスが流れてトロフィーがもらえて、もう白石君はこんな感じ、いや謙虚な感じやったな、ちょっと忘れたけど、でもまあめちゃめちゃ嬉しそうやった。で俺それをビデオ撮ったり、その生で見てる両親を見るのがなんか俺はもう相当なんか俺が誇らしかった。ありがとうございましたって言われたけど、その俺が言いたいね、ありがとうございましたと、ジュニアのために、KG 選手のために、帰ってきてくれた、また泳いでくれた、そしてインパクトのあることを、本当は多分相当に引退もして練習もしないときついと思うよね。もうそれでももうまあまあまあ見せてくれた。俺あれはねすごいすごかったと思う。そしてもう何よりも白石君は、まあ、あと山田君もね、その今山田君は副大に行ってないけど、山田君なんかベストできたわけね、すげえドルフィン持ってるわ。でそれでその白石君追い詰めるとこもあったし、ある意味世代交代とか見せたかったかもしれないし、まあ、あとやっぱねその俺もう持ててしゃあないわ。その山田君から前日からこうなんかメッセージもらって、一緒に泳ぎたいですとか、一緒にやりましょうとか、いろいろ教えてくださいとか言うのがね、すっごい嬉しくてさ、俺が習いたかった。山田君めっちゃちっちゃいけどめっちゃドルフィン速いけどね、いいやん。副大生がどんどん来るのはね、そのやっぱ九州のグループと副大はもう繋がっとはないけんと思うし、それをやっぱ OK した金川先生しかり、山口先生がね、きっとその頼むっていう意味もあると思うしね、まあ今帰ってきてくれたしね、まああと俺は池田くんが実は影の MVP じゃないから、あの池田くん中京に行って本当に身長は180、まあ、体重がもう80キロね、まあ、俺も昔コーチしたことがある、携わったことがあるけど、まあ中京で、成長して、まあ中京でいろんなことを学んで、その体がインパクトある、真っ黒、もうほんとあと K-1 ファイターのヒロヤみたいな顔して80キロやけどね、どうなのか、そういうのパンパンやん。
で、ね、吸盤のマッサージとかして、もう背中がさ、悪魔みたいなね。でそんなやっぱ子供たちが見ると、うわーっとなる。で、なおかつブレアも大会しんで、4年生なんやけど、本当白石、あと、木田君はもうグッチョブやったら、本当2人ともトロフィーもあって、もう大学4年生の意地を。だって20、50より27くらいだろ。なんかそれ、下手したらオープンは余裕で切っとるやろうけど、ジャパンとか切ってんじゃない？楽しんでたわ。もう楽しんだ。もう多分さ、そういう、こう、大学とかのピリピリした感じよりも、まあ、もう絶対もう、もう大学行っとってジャパンとか出とってもさ、もうそれで決勝残るでもほんの人わずかやけど、俺はやっぱああいう小さい試合で、まあ、意外とライバルもおるけね、競り勝って、こんなでっかいトロフィーをもう終わった瞬間もらって、あ、そっちのはもう絶対面白いよ、絶対面白い、俺もそうなりたいよ。もう俺なんかね、ただのピエロやったけど、まあそのまあ俺は楽しんでて、もう多分俺もある意味その競泳生活40周年を華やかに飾りたかったけど、もうゴーグルは取れるわ、もうスタートは寄れるわ、タッチはファンは、はあ、いいとこなし、いいとこなしやったけど、いやあったね、まあ、57秒でいけたのは、しかも3本目のレースで、それはだけは良かったけど、あとは別に、でもさ、俺も気にしてない、全く気にしてないし、それよりもなんか俺その1日経った後のレビューやけどさ、そのもうなんていろんな SNS とかでなんか 俺はすごいメッセージもらったし、なんか決意制限楽しかったですねとか、楽しそうでしたねとか、あとその俺はマスクかぶったの、俺ツイッター上げた、ほったもう初めて俺50いいねくらいもらってさ、なんかすごい、それはなんていうの、嬉しかった、うん、でもう多分選手たちはまた出たいと思ってやろうし、その選手の保護者たちも多分俺相当こう満足度が高い試合やったんだよね。でちゃんと 10歳以下11、12、13、14チャンピオンシップで2回泳げて、多分今回初めて、決勝に残った、初めてやっとその乗りたかった YouTube ライブ乗ったとかさ、その初めてパフォーマンスしてたとか、あ、うちの子もなんかこう仲間たちにそそのかれてこんなやってましたとかいう声を聞いただけで、なんかほら初めていろんなチャレンジを子供だからして、もしかしたら日本選手権でもうただ同じようなこと真似してる人よりもちょっと違うことやって、俺はいろんなことやった、同調圧力に負けなかった、なんか変なですよね、なんか同じようなことせないけみたいな流れあるやん、そんなのね、九州の子たちが思い切ってぶち壊した、まあ、あとほんとお笑い系のなんかそのほんとダンスする人思ったし、あとうちの選手って言ったらもう、F 君とか、S 君なんかね、もうこれが高校3年生までの夏の何ちゅう中体連高体連までやあ高体連までやって、でずっとじゃなくて決勝試験の前まで2週間泳ぎ始めて、そして決勝残って、もうほんとそれここからほんとラストダンスよね、ラストスープね、もうなんかこう面白おかしくダンスして入場して、もちろんタイムは死んだけど、なんかね、そんなのがね、もうちょっと俺うるっとくるくらい、なんかそのなんていうの、目立てる場、あとそのもう本当自分を表せる場、俺裸一個でするスポーツ、そしてもう水泳ってさ、もうはっきり出るだけでみんなの前で泳ぐだけで根性ありですからね、度胸ありですからね、となんかね、いろいろ本当あとは後々思うことが多くてさ、
ものすごくものすごくものすごくもうこれをまた超えるにはそのまた何か新しい仕組みを生み出さな難しいんじゃないかなと毎年思うんやけど毎年思うんやけど毎年ってこれ去年が初めてか、うん、ここまで決戦試験で何か大きくなったとそのチーム戦としてなんかこう魅力的なものだったとかでも知ったんやけど、まあ、ある意味俺第三者の目でこう見てこうやってなんか魅力を発信できたらねいいとか、まあ、あとこうやっぱいろんなもう KC 以外のチームもバンバン来てほしいなと思うね。多分ね俺相当子供たちとかインパクトあったしコーチ陣もね多分ねそのああこんな面白い試合でタイム出ないなとその大学生から10歳以下の子からあとリレーもおられたしね4人でさなんかこうリレー入ってくるなんかさなかなかないよなかなかないよ JO なんかな決勝残らんといかんけねこんなもう無理や無理というかもう簡単ではないね。はい、これがやっぱねチーム対抗の、魅力かなと思います。で、そうやねーコーチングの目はい、やっぱねチーム対抗こういう試合ねその団体で、勝ち負け相対で相手を落として自分のチームに入るとかさそういう時の、まあ、コーチングの鉄則やねやっぱねその時にこうなんていうの個人個人とかにさ君はもっとこう後半キック打てとかバババババババってコーチングのこととかというよりもとにかくやっぱ消し叩いてやることとにかくモチベ上げてやることもうお前いけるいけるいける最後も本当なんちゅう並んだらもう勝てよとかそういうことはさもういつの時代もそしてまたこのチーム戦にとってはね最も最も最も効くよ、うん、もうどんなアップしてくださいとかさこんなレース展開でまあもちろん大事やけどそれよりもいけやれお前やったらいけるベスト出なかったかもしれんけど決勝がないかもう一回上げたいやないかこれでいいよ、うん、もう俺の再確認したわやっぱりなんていうのだから逆に一番ちょっと見えるねなんかそのなんちゅうコーチがなんかちょっとこう俺はコーチの顔色とか伺ってこう見てたけどさこれはなんか言いたそうやなけどあやっぱ言ってんなとかでなんかドヨンとしてんなとかでもさもうゴーゴーゴーやろねとにかく褒めたらねとにかくそのお目を開かしたらねこういう時はねはいそれがねまあ、時矢スイミングは今回総合優勝できんかったけどまあ2位でも別に挑戦したやろし多分ものすごいチャレンジしたやろしはい間違いなく、俺たちが、一番楽しんでました。でもそれよりもやっぱ称えないけどやっぱ広島ミドルチームがね今回も総動員できてきっと時矢には絶対に勝ってやろうと思って相当気合入ってたしそうやね俺はもう中岡先生、矢山先生そして、俺のボスであり、まあ、俺の、まあ、俺は本当長先生のコーチングエッセンスはもうかなり入っとるし長瀬先生大好きやしねそんな永田先生に家を倒してくれて本当に心からありがとうとまた、時矢スイミングはこれで、目標ができて、また時矢スイミングはまた、いろんなことをこう考えてまた時矢スイミングは当然今回3位やった柳川スイミングやったり新しい先生のアクションに負けないようにいろんなことを考えて前に進んでいく。
くと思います。はい、楽しかったな。2週連続楽しい試合で、2週連続ちょっとそのこの月曜はね、テンションかなけどね、俺はどんどん行かなきゃいけない。今日エニタイム行きました。そんな自分をちょっと褒めたいと思います。はい、時休みの皆さん、今日もゆっくり休みましょう。でもやっぱね、もう俺は時はの色やね、そのぜひこれを本当いろんな人に見てもらいたいし、やっぱ伝えたいね。俺はなかなかこう見えんとか言うから、やっぱね俺ら一番明るい、その時はさ、いいとこはさ、そのまあコーチが何も言わんでもさ、選手はやっぱ言うわね。まあ遅かったのーとか、もっと上げてこいよとかさそのなんていう、まああと、まあ、入場のパフォーマンス見たらわかるけど、もう多分時矢のやつは多分ね、4人に3人は何かやってるけどね、もう面白おかしく、それでこう観客をこうなんていう楽しまして、仲間内を励まして、そのもうリレーなんか団結がすごいし、やっぱリレーのラップが強いよね。たとえ遅くても本当すぐ立ち直って、たとえ仲間がしょげとっても面白おかしく、なんていうけなすもあると思う、やっぱ地域からね。でもそんなんでもやっぱこう必死に叩いてやるじゃないけどさ、なんかそんな色が強いとこは俺はどこよりも自慢できて、本当俺は第三者の目から見てるだけだけど、すっごい良かった。はい、これはね日本一です。俺らのチームワークだよな。まあそういうね、これイケイケさをね、イケイケさは、イケイケさは、いろんな人にずっと伝統としてやっぱあるやろし、まあ、でもみんな多分分かると思う、時計なさやっぱ明るいしね、もう無限の明るさよ、男も女も。それがね、もう代々継がれてる。そして今回本当富野選手が副代に行くんやけど、で、まあ、最後ね、で、それで抜けるのは痛いけど、まあ、副代やったらまた帰ってきてるかもしれないし、まあ、あとそれ抜けてもいいくらい、やっぱ新しい選手がボン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 と出て、出まくって湧き出てきたね、うん、俺はそういうジュニアの選手が、初めて決勝に行ったとか、そのダメやったけどベストやったとかさ、なんか申し訳ないけどリレーは出れてめちゃめちゃ面白かったとか、優勝してしまいましたとか、なんかコンビのラップがめっちゃヤバかったですとか、もうやっぱ九州選手権は新しい若手の活躍の場で、そしてこれがどんどん出てくる時矢スイミングが俺は大好きで、また好きなチームになりました。はい、真面目やん、俺もんないやん。うわー、スーパーお父さん、スーパー水泳お父さんよ。おい、実はな、これはな、水泳お父さんへのメッセージだ。やるかおい、やるかおい。俺はな、レースをこなしてるぞ。50フリー覚えてるのね、50フリー。この間のバックの映像見たよ。すごいスタートしてたね。しかも明かしてたね、ゴーグル忘れたってね。すごい面白かったよ。スイアートさん、俺と世界水泳で世界マスターズで勝負だ。以上あります。バイバイ。2022年はね、あと1レースあるけんね、まだまだまだトレーニングするよ。